的には森本団地の岸田団地ですね。あれも団地なんだ。一棟だけ。ダンス。初めて来たことない、さっぱりわかんない。まあ、いろいろあるっぽいな。だいぶこけてるな。あれちゃん壁塗ってない、もうないや。どうしようですか、そんなんやろ。知らんけど。こう、言葉山なんていうかとか言ってんね。なんかでも、なんかこう、川がある。これは、こういうのはないよね。なんか、ええけど。サイクリングに何で走ってんのよとかね、お前ええやんか。団地サイクリングが最近のテーマだったし、ここらの団地でも制覇したんやけどな。うわぁ、贅沢だな、こんな。自転車運用するのにはどうしてもやっぱり集合住宅はちょっとな不向きやけど、でも普通に住むんやったら何気にこう壁とか当たったら危ないよね。昭和の頃やったら当たるやつが悪いとか言われてな、今やったら当たった大騒ぎになってくるな。設備の作り方が悪いとか言われてな、よくわからんけど。住民でも何でもなく堂々と走ってるもの厚かましさもある。まあ、緑の川崎のバイクって多いね。なんかあんのこういうの、こういう道がさ、さっきの子戻ってきた。星型ではないね。四角スクエアなんです。
れぐらいの規模なの。さっき見たけど、正直よくわかんない。なんでここだけ独立してんの。この非常階段が、なんかいいか雰囲気やけど。全部同じ団地なんかな。なんか一個ありすぎてわかんない。知らない人についてない。分かってでもついていくんだろうな。知らんけど。これなんでこんなスクエアやな。なんか意味あんの。いや面白いけど、面白いけど意味が一つよくわかんない。非常階段があって逃げやすいとこ。ここ懐かしいな、これ何これ。青ナンバーとか俺初めて見た。農機具とかでよう青ナンバーとかあるけど、中古で買わなかった。こっち来たら出て普通やん。川と共存してるみたいな、ね、この写真撮りたいけどどこがいいかな。人の家で写真撮ってんのやったら、これロケーションが近づいたらロケーションわかんない。あ、でもこう壁ちゃうわ。変にすごい邪魔やな。スクエア感が伝わらない。どこやろ。もうなんかスクエアにこだわって。北団地とか南団地とかいろいろあるんだよな。多すぎて分からん。時間あったら怖いよ。足がかっこいい。おしゃれ。個人的にボールペダンチに行きたい。それも違うし、
ってんの。なんでこれ休みなの。UR の機関団地っていうの大体早く抜けれるよな。でも終わり終わりや終わり。もう用なさそうに、ね。